こんにちは。ただいま太平洋上からお送りしてます。これからニュージーランドに遊びに行くところです。さあ、あなたも一緒に。レクサラー、レクサラー、一緒に騒ごうよ。レクサラー、レクサラー、愉快な冒険はこのワンワンショー。おい、ボブ、ちゃんとナビゲーターやってよ。あちこち油まみれだ。ソーセージ、やっぱいいね。ソーセージは最近はいろんな味のが出てるのよね。僕にもソーセージ。ソーセージ、あ、僕にもくれよボブ。5個しかねえんだよ。あと4個だ。おお、ねえ、下を見て。乗り出しちゃダメだ。離れ小島がある。傾いちゃうよ。うわ、どらくら。ボブ、この島にもハンバーガーショップあるかしら。小さい島だからな。どうだろうな。ねえ、頼むから身を乗り出しちゃダメ。墜落しちゃうよ。でも今じゃどこに行ってもアメリカのハンバーガーのチェーン店があるもんよ。まずい。おおお、見ろよ、あいつらのデブなこと。きっといいもん食ってんだぜ。もう身を乗り出すなってば。腹減っちゃったよ。あの島に降りようぜ。ボブ、忘れるなよ、君の役目はナビゲーター。分かってるって。何でも聞いてくれ。じゃあ現在地の座標は。太平洋の上。時刻は。飯の時間。燃料の残りは。残りはゼロだ。ヘリコプターがあんなになっちゃった。ニュージーランドに行けないよ。ありがとう。ここも悪かねえぜ。なんでこいつパラシュートなんか持ってんだ。俺持ってねえぞ。私だって持ってないわよ。頭痛い。頭痛か。頭が痛いと辛いよね。僕も頭痛持ちだからわかるんだ。偏頭痛って視野が狭くなっちゃうからおっかないよね。アスピリンは必需品。ほら飲みな。ありがとう、助かります。頭痛は早めに治さないとその痛みがお腹や腰にまで降りてきちゃうからね。もう立ってられないくらい。みんな君の犬。まあね、僕レックスです。私にも名前はあるわよ。変な顔だな。それにダサいリボン。うわ、そっちのやつはデブだね。顔でか。そいつは出っ歯だしさ。紹介しよう、レックス、僕の連れだ。義理の弟のダミアン。友人のリック、学生時代から腐れ縁で続いてる。ハロー。山登りとパイプが趣味だね。はじめまして。君らはイースター島のモアイ像なの。よく似てるって言われるよ。君結構詳しいんだね。歴史もちゃんと知ってるなんて、犬なのに。そう、どうもありがとう。君は IQ 高いだろう。うん、まあね。嘘つき。いや、ほんと賢いね。そんな。友達はぼーっとしてるけどね。おい、起きてるか。てめえ、ドタマ勝ち寄ったのか。たのか。いや、僕たちはね、だいたいここに数千年おきにキャンプに来るんだ。ちょっとした旅行、バカンスっていうか、地球遊びってやつ。砂に埋もれたり、ビールを樽で飲んだり、野生動物を見たり。まあそんなとこさ。酒飲む？おお、ありがとう。あんた下戸のくせにどうなっても知らないわよ。うわ、聞くね。クラクラするよ。でね、僕ら冒険してるしよ。テレビに出てんだな。もう一杯いっか。ありがとう。今テレビに映ってるよ、ほんと。ヘリがニュージーランドに行く途中で落っこっちゃってしゃ。さて、キャンプに戻るよ。明日に備えてやることが山ほどある。トレーラーにワックスかけたり。それ大変だね。会えて楽しかったよ。じゃあね、お酒ありがとう。なに、なんだよ、いい人たちになったじゃないか。怪しかったわ、だって宇宙人よ。やきもちでしゅか。さあもう行くぞ。やきもちでしゅね。僕が頭いいって褒められちって、お酒まで頂戴してですよ。僕一人だけ可愛がられちって。あんな顔のでかいやつら真っ平。右に同じなあ。俺のケツってそんなにでかい。ダイエットしようかな。ダイエット。じゃあみんな賛成だね。レックスをスリブ星に連れて帰ればいいマスコットになるよ。子供が喜ぶよ。グラハム爺さんが金星から持ち帰った5本足のトカゲより人気者になるぞ。
マドロムサンゴ礁、月の明かり、君と二人。あいてて、頭が。さあ頼むぜデカパンのゴム、これで帰れる。うん、ほら嫌なのが来たわよ。いやおはよう。レックスはどこだい？二日酔いよ、あんたがあんなに飲ませるから。うまそう。ああ朝ごはんを用意したよ。あレックスの様子を見てくる。よう、ケチャップはワゴンの下だよ。うわっ、あれ助けて。なんか聞こえた？ん、いや助けて、宇宙人に誘拐されちゃう。レックスがさらわれたわよ。なんとかしなくちゃ。そうだな、嫌な予感がしたのよ。急いでボブ。スリブ星ってどこにある星だ？ニュージーランドより近いか？この生き物はかなり利口だ。地球の種族にしては。名前はレックス。素晴らしい発見と言えよう。ほらワンワン。僕はサーカスはやらないからね。骨だぞ、チン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 。そんなみっともない真似しないよ。食事ならお皿に乗せてテーブルに出してもらいたいもんだね。地球に帰りたい。早いとこ夫婦を連れてこい。さて皆さん、新しい種族の誕生をご覧に入れましょう。虚勢してないよな。こんなのと交尾しろってのか？ふざけんな。なんでこんな扱い受けなきゃなんないんだよ。話してやれよ。ほら言ってんじゃん。静かに静かに。僕は下等生物じゃないんだぞ。いや君は犬で脳みそも小さい。今のはまずい。宇宙人の朝飯もなかなかいけるね。よその星の生き物を拉致監禁、こんなの許されないよ。僕の尊厳はどうなる？君たちには血も涙もないのか？黙れってばよ。ただで見せてやってるの。グラハム爺さんのトカゲの方がマシだとでも言うのか、この頭でっかちどもめ。来るの遅いよ。あいつら僕にひどいことしたんだよ。撃って撃って。黙ってさっさと乗りなさいよ。悪い子だ、みみ。君いずこ、俺一人寂しい。仲間を代表して一言礼を言わせてもらうぜ。スリブ星の朝飯は最高だった。 Thank you Thank you Thank you。屈辱だ。ひどい。笑うなんて仲間なのに。ボブ、ソーセージちょうだい。これブリキ缶なの？ああ、ビーチでも行ってたんだ。私が悪かった、反省してる。動物を閉じ込めるなら大きな檻でなければ。もちろん鍵も渡しておくべきだ。脅したりいじめたりなんてもってのほか。動物は自由であってこそ美しく気高く輝くのだ。いつの間にみんないなくなったの？こんにちは、ただいま太平洋上からお送りしてます。これからニュージーランドに遊びに行くところです。さあ、あなたも一緒に。レクサラーレクサラー、一緒に騒ごうよ。レクサラーレクサラー、愉快な冒険はこのワンワンショー。おいボブ、ちゃんとナビゲーターやってよ。あちこち油まみれだ。うん、ソーセージやっぱいいね。ソーセージは最近はいろんな味のが出てるのよね。僕にもソーセージ。ソーセージ、あ、僕にもくれよボブ。5個しかねえんだよ。あと4個だ。
おお、ねえ下を見て。乗り出しちゃダメだ。離れ小島がある。傾いちゃうよ。うわ、ドラグラ、バブ、この島にもハンバーガーショップあるかしら。ちっせい島だからな。どうだろうな。ねえ頼むから身を乗り出しちゃダメ。墜落しちゃうよ。でも今じゃどこに行ってもアメリカのハンバーガーのチェーン店があるもんよ。あ、まずい。おおお、見ろよあいつらのデフなこと。きっといいもん食ってんだぜ。もう身を乗り出すなってば。腹減っちゃったよ。あの島に降りようぜ。ボブ、忘れるなよ。君の役目はナビゲーター。分かってるって。何でも聞いてくれ。じゃあ現在地の座標は。太平洋の。嫌なのが来たわよ。やあ、おはよう。レックスはどこだい。使いよいよ、あんたがあんなに飲ませるから。うまそう。あ、朝ごはんを用意したよ。あ、レックスの様子を見てくる。よう。ケチャップはワゴンの下だよ。うわ、あれ、助けて。なんか聞こえた。ん、いや、助けて、宇宙人に誘拐されちゃう。レックスがさらわれたわよ。なんとかしなくちゃ。そうだな。嫌な予感がしたのよ。急いでボブ。スリブ星ってどこにある星だ。ニュージーランドより近いか。この生き物はかなり利口だ。地球の種族にしては。名前はレックス。素晴らしい発見と言えよ。ほら、ワンワン。僕はサーカスはやらないからね。骨だぞ、チンチン、チンチン。そんなみっともない真似しないよ。食事ならお皿に乗せてテーブルに出してもらいたいもんだね。地球に帰りたい。トレーラーにワックスかけたり。それ大変だね。会えて楽しかったよ。じゃあね、お酒ありがとう。何、なんだよ。いい人たちになったじゃないか。怪しかったわ。だって宇宙人よ。やきもちでしゅか。さあもう行くぞ。やきもちでしゅね。僕が頭いいって褒められちって、お酒まで頂戴してですよ。僕一人だけ可愛がられちって。あんな顔のでかいやつら真っ平。右に同じなあ。俺のケツってそんなにでかい。ダイエットしようかな。ダイエット。じゃあみんな賛成だね。レックスをスリブ星に連れて帰ればいいマスコットになるよ。子供が喜ぶよ。グラハムじいさんが金星から持ち帰った五本足のトカゲより人気者になるぞ。マドロムサンゴ礁、月の明かり、君と二人。あいてて、頭が。さあ頼むぜ、デカパンのゴム。これで帰れる。うん、おーら上。時刻は。飯の時間。燃料の残りは。残りはゼロだ。ヘリコプターがあんなになっちゃった。ニュージーランドに行けないよ。ありがとう。ここも悪かねえぜ。なんでこいつパラシュートなんか持ってんだ。俺持ってねえぞ。私だって持ってないわよ。頭痛い。頭痛か。頭が痛いと辛いよね。僕も頭痛持ちだからわかるんだ。偏頭痛って視野が狭くなっちゃうから、おっかないよね。アスピリンは必需品。ほら、飲みな。ありがとう、助かります。頭痛は早めに治さないと、その痛みがお腹や腰にまで降りてきちゃうからね。もう立ってられないくらい。みんな君の犬？まあね。僕、レックスです。私にも名前はあるわよ。変な顔だな。それにダサいリボン。うわ、そっちのやつはデブだね。顔でか。そいつは出っ歯だしさ。紹介しよう、レックス。僕の連れだ。義理の弟のダミアン。や。友人のリック。学生時代から腐れ縁で続いてる。ハロー。山登りとパイプが趣味だね。はじめまして。君らはイースター島のモアイ像なの。よく似てるって言われるよ。君結構詳しいんだね。歴史もちゃんと知ってるなんて。犬なのに。そう、どうもありがとう。
君は IQ 高いだろう。うん、まあね。嘘つき。いや、ほんと賢いね。そんな。友達はぼーっとしてるけどね。おい、起きてるか？てめえ、ドタマ勝ち合ったのか？たのか？いや、僕たちはね、だいたいここに数千年おきにキャンプに来るんだ。ちょっとした旅行、バカンスっていうか、地球遊びってやつ？砂に埋もれたり、ビールを樽で飲んだり、野生動物を見たり。まあそんなとこさ。酒飲む？おう、ありがとう。あんた下戸のくせにどうなっても知らないわよ。うわ、聞くね、クラクラするよ。でね、僕ら冒険してるしよ。テレビに出てんだな。もう一杯いっか。ありがとう。今テレビに映ってるよ、ほんと。ヘリがニュージーランドに行く途中で落っこっちゃってしゃ。さて、キャンプに戻るよ。明日に備えてやることが山ほどある。